ははいここんにちはこの子猫です今日の1日1冊は岩井勝人欲望の貨幣論を語るですビットコインなどの仮想通貨インデックス投資など株取引、まあ、各種キャッシュレス支払いなど私たちを取り巻く貨幣は一昔前に比べると格段に複雑になりました貨幣が全てを決める資本主義の世界において我々は 貨幣のために仕事をし、老後も貨幣の蓄えを心配し、まさに人生の最初から最後まで貨幣と関わり続けて生きていかねばならない。と言っても過言ではないでしょう。そんな、ね、貨幣の本質とは何なのか、経済学者である岩井勝仁さんが深く、鋭く切り込んだのがこの一冊。いろいろと、ね、面白いこと書いてあるんですが、特に私が面白いと思った言葉が、 貨幣とは貨幣であるから貨幣であるというもの。まあ、言い換えると、貨幣とは貨幣と思われているから貨幣であるというものです。ちょっと説明しますね。まあ、例えば我々が千円札を受け取ったとき、まあ、我々はこれを千円のものが買える千円札だと思って受け取ります。当たり前といえば当たり前ですが、 実ははこれ当たり前ででないです例えばドイツでハイパーインフレが起きた時貨幣は貨幣ではありませんでしたなぜなら今日1000マルク紙幣を受け取っても当時のドイツでは物価が10倍100倍いやそれ以上のペースでどんどん跳ね上がっていったため明日これで1000マルクの商品が買えるとは限らず1000マルク紙幣が センマルク紙幣の役割を果たしていなかったからです。これ、ビットコインなどの仮想通貨にも当てはまります。岩井さんは、ビットコインを貨幣として扱うのは難しくなったと言います。なぜなら、当初はピザを買うといった貨幣として使われていたビットコインも、今では投機目的、まあ、すなわち未来に価値が上がるだろうと思って、 ビットコインを買う人が増えてしまったからです貨幣とは貨幣であるから貨幣であるまあ当たり前のようで実はこのおかげで我々の社会は混乱なく回っていることを学びました貨幣に、ね、関して深い洞察を得ることができる一冊ですのでぜひ岩井勝人欲望の貨幣論を語る読んでいただければと思いますとこのようにこのチャンネルでは毎日 1一冊おすすめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。